こんなイライラさせてくることある？できた。もうへな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 。みんな無事なのは終わりました。なんか前髪すごいね。まあそんな日はおちりんさんにもらったチョコを食べて元気を出そうじゃないか。なんか話したい話いっぱいあるから、なんかもうパパパって話してくない？なんかね、今日おしりんさんと会った時に、朝今日はおしりんさんともっと仲良くなろうでっていうのを作って、今日はそれの日なんです。お疲れありがとうございます。釣られてしまったチョコに、うお、マシ。なんかさ、新曲のやつも出てたしさ、なんか追いつけなくて、頭が今疲れてるし、髪振るのもあったし、怒っちゃうよ今。明日のことなんて考えれない。いいね、ありがとうございます。まあじゃあ新曲の話するね。なんかごめん、お疲れ。公演の話したかった方はマジでごめん。ちょっと新曲の話させて。見てください、ジャケット。パレオの衣装着てます。オレンジ色です。髪の毛巻いて三つ編み垂らしてます。皆さん見てください。あと劇場版にカミフレの新曲が入ってます。ぜひ買って聴いてください。音の割れたチャイム、ぜひぜひ聴いてください。そしてと何がある？あ、そうだ、カミフレと、カミフレの、ちょ待って、もう今わかんないから、カミングフレーバーのツーマンしようぜボリューム1が10月23日にやります。皆さんぜひ見てください。スーパーガールズさんとツーマンします。パガさん知ってますよね。あ、1月らしい。もうそんぐらい頭がおかしいんです、今。1月23日、疲れが見えてる。もう寝たい気分なんだけど、このショールームが終わったらおしるこみたいなの食べる。お疲れ様、ありがとう。なんだっけ、ああいうの、おしるこだよね。あの、今日鏡開きの日らしくて、お疲れありがとうございます。ママがおしるこが牛丼どっち食べるみたいな言ってきて、あ、そう、ぜんざいだ、それ。もうなんかぜんざいと、さ、牛丼どっちがいいみたいに言われて、まあ鏡開きだしぜんざい食べようと思って、ぜんざい食べます。なんで、あ、チョコが。
だって本当は生まれる予定がこの日だったんです。予定日みたいなのあるじゃん。仮の誕生日、仮の誕生日今日、うん、いや違う、夜ご飯を食べる。じゃあパパたちは、ママとかパパとかお姉ちゃんは夜ご飯に牛丼食べて、その後のおやつとしてぜんざいを食べたんだよ多分。それをえなはできなかったから。めっちゃ顔ぶすすぎて無理今日。でも公園めっちゃ顔ぶれてたから見てほしいみんな。あとでインスタあげようと思って忘れてた。なんかメイクがいいのか髪の毛がいいのか分かんなくて、なんかスタッフさんにいつもね写真撮ってくれるスタッフさんがいるんだけど、そのスタッフさんが今日めっちゃ似合ってる髪型って言ってくれて嬉しかったです。さあみんな、1回目と2回目の変化に気づいた人はマジでこれレベル高い。エナの100点あげる今日の。かわいい、ありがとうございます。当ててください。1回目と2回目の変化。夜公園行ってきたよ、ありがとう。なんか一発目で当てようとしてくんのやめて。エナタンの検定2段ぐらい。疲れ具合は確かに違うけど。ありがとう、髪の毛似合ってたね。そう、肩出し今日やばいね。めっちゃ肩出てマジで嫌で、めっちゃ隠してたんですけど、前髪は一緒でも顔系だよ。肩出るのあんま好きじゃないからさ隠してたんですよね、肌着ちゃうんですよ。ユータに会いたいになってるよ。会ったじゃん今日。でも一人正解に近い人いたから行っちゃうわ。カラコン変えてました、1回2回で。気づいた？絶対気づかない。カラコンね3種類買ったんですけど、それでつけたかった2種類がどうしても今日つけたいなと思って、2回声あったしバラバラにするかと思って変えた。どっちが可愛かったですか？すごいね、なんで画像で色違うの分かんの？神やん、あんたとか言っちゃうごめん。エアタン検定の2段をゲットしました。贈呈1月11日エアタン検定2段の贈呈です。あなたにはこれグレーなの。はじめまして。そう、履歴に書いてください、エアタン検定2段もらいました。これがグレーで、1分って言ったら言い方おかしいけど、1回目はあれ緑っぽいのしてたんですけど、どっちが可愛かったですか？え、な、自撮り上げてないよ、すごくない？自撮り今日1回も上げてなくない？そう、カメラの告知を先にしちゃったからちょっと書くタイミング失っちゃって、書こうと思って。グレーの方が可愛い？本当？それはみんなに言われた、グレーの方が可愛いって。キミちゃんから LINE 来た、お疲れ様って来てた。
クラッカーと可愛い、ありがとうございます。あ、モバメに送ったんか。ふいちゃんと送って、アイリちゃんと昼撮ったんですよ。セブンプリンです。今グレーですよ。今日マジメイク綺麗なの。今本当はこんぐらい目はいかないってぐらいまぶたが重たいのに、こんながん開いてんの。お尻ポーズ見た？そう、写真でエゴさんとお尻さんポーズしてた。エナの目大好きとか言われてる時にあんな反目するんじゃないよね。ごめんごめん、ありがとう。マジ、しかも今ベッドにいるっていう最強な条件だよ。チョコ食べて。うん、なんかさ、今日思ったんですよ、えな、ここめっちゃ赤いなと思って。別に何もしてないのにさ、真っ赤なの。寝ていいの？寝るに？メール見てきたら違ったって。みんなみんな、いや寝ないよ。だってのまだぜんざいがあるもん。おしるこだっけ、おしるこか、いやぜんざい、どっちだっけ、そういうようなやつがある。膝が上がったのはやめて。なんかね、右足の膝に今あざがあるんですけど、それは2021年の1月に、2021年初こけしたんですけど、家の中で、あのなんかなんでかわかんないんですけど、立ち上がって歩いてたら、なんかクッションあるんですけど、なんかなんていうの、なんかさ、無印とかにさ、よくあるさ、ビーズクッションみたいなのあるじゃん、あれのちょっとちっちゃい版が家にあるんですけど、もうちょっとふわふわしてないみたいな、言い方悪いけどやつがあるんです、お家に。で、それに思いっきり滑って転んで、思いっきり膝打った後です。いや、そうなんですよ、転んだんだよね。ま、ペコ画面風クッションじゃない、もう一回引き割る。なんか怪我しまくってる、ここも怪我してるんだよね、今。握手会とかで会ったら絶対目合わせないだろうな、だって。ここマジで無意識にできたんだよね、怖くない？何もしないのにできたんだよ。食べ終わった。やばい、食べ終わった瞬間眠い。ってぐらい、マジで本当に今日、いやマジで頑張った。今日は7時に起きて公演2回やって、レッスン上で用事があったから、それを済まして帰ってきて、明日朝起きて学校行かなきゃいけないっていう現実を見たくないよね、今。ちなみにこのカバンの中にこのお菓子があるんです。あー、美味しそう。明日食べよう。パパが昨日ね、えなが頑張るためにお菓子買ってって言ったら、パパが買ってくれたんですよ、このお菓子を。なのに食べるの忘れてた。待って、あんたなんか持ってる、ゆで卵持ってるよ今。ほら、ゆで卵食べてないのにある。いや、わかんない、どこに売ってるの。薬局で買った、パパが買ってくれた。
して食べよう。ゆで卵朝買ったの、食べたくて食べたくて買ったの。15分あるでしょまだ。食べるわ。今日はもう疲れたので、みんなに食べてるところを見られても別に何でもいいやと思って食べます。マジでこっちのとろっとゆで卵美味しいよ。なにこんなとこで食べたら怒れちゃうかもしれん。よう冷蔵って言葉見ないで。あとね、今日ふいちゃんとみっちゃんに会って、ふいちゃんは一緒に公園出てたんですけど、そしたらふいちゃんが誕生日プレゼントくれて、みっちゃんもありがたく受け取らせていただきました。可愛かった、クッキーくれて。ふいちゃんは後で食べよう。みんな食べてるとこ見られるなんてマジでレアだからね。嫌なの、初めてレベルじゃね。ねえ、あ、めっちゃもう髪の毛くすれてる。ありがとう、お誕生日おめでとうだって。優しい、ありがとう。なんかさ、めっちゃ申し訳ない話するんだけど、今からなんか誕生日のリプ編だっけ、してくれた人にいいねしてたんですけど、なんか途中から追えなくなっちゃって、なんか後から今日とかも書いてくれてる方がいらっしゃったんですよ、調べてたら。もう目開いてなくて無理で、そのなんていうの、その誕生日っていうの、なんていうの、そのツイートにいいねをしようと思ったんですけど、1週間ぐらい経った後に多分いいねを返すので許してください。なんかさ、リプ編のタイミングとかさ難しいよな。なんかさ、むずくない？なんかインスタとかもさ、なんかコメント返した後にさ、コメント来ちゃったらさ、返した方がいいのか、なんかそれはどっちがいいんだろうって思ってる。頭皮しか映ってないよね、ごめん。いや、卵真剣に向いてるから。だからどれぐらい時間を経てばみんなは気づいてくれるんだろうって最近計算っていうか、その誕生日のやつ見てて思ったんですよ。2日後までには来るんですよ。2日後は来るんです、ちゃんと。うん、おいしい。クラッカーありがとう。あ、卵食べちゃった。で、なんかどうしたらいいんだろうと思って、どうしよう、食べ方汚いとか思われたらめっちゃ嫌なんだよね。なんか食べ方そんなに上手じゃないからさ、ゆで卵に食べ方の汚いとかあるって思うけどさ。待って、何の話してんの、本当に意味わかんない話聞いてくれてありがとうだよ。面白くない？今ね、多分別人格いるね、ここに。かわいい、ありがとう。てかさ、ずっと言いたかったんですけど、あの新曲のやつのまた話に戻っちゃうんですけど、あの衣装の写真をずっと絵のを出したかったんですよ。あの日も顔が漏れたから。なんでかっていうと、あんた、ありがとうございます。オフショットをいっぱい撮ったので、ツイッターのアイコンを変えたくて、そろそろ。なんかあれ、オフモードすぎるじゃん。やばない？なんかトロントロンやで。で、その写真をツイッターのアイコンにしようってずっと思ってたの。
でもさ、写真を上げていいのかダメなのかさ、いまいち微妙なライン走ってたから。おめでとうとめっちゃ可愛い、ありがとうございます。だから会議材だからこれを機に変えようかなと思って。あのみんなでさ名古屋ドームでさ写真撮ったやつ見た？分かった？どこにいたか。うん、うまっ。かわいい、ありがとう。ね、見たよ。みんなツイッターのアイコンにしてた。ちゃんと見た。うわ、してるじゃんと思って見てた。これ味ついてんのよ、卵、ゆで卵ってコンビニの。みんな食べたことない？コンビニのゆで卵ってマジで美味しいから食べてほしい。ゆうさんの近くにいたんだよね。これちゃんと博多の塩使ってるから美味しい。別に塩とかそんなわかんないんですけど。こんなこの時間幸せあることある？でもさ、やばくない？9時半だよ。9時半にこんなに入れたのがちょこと。うん、美味しいね。ごちそうさまでした。うん、幸せ。今日は何でもできるもん。水飲まれてるところとかさ、おもろくね、見られてんのって思う。恥ずかしいわ。危な、溺れるとこだった。メイテンション謎今。あ、やば、足の皮めくれました。あ、見えてた。今は公演後はもうこのテンション。見た、メガネだよ、エナの新メガネ。かわいいやろ、めっちゃおしゃれって感じ。そうだよ。え、なんでわかったの？ EV のやつだよ。え、すごくね？そんな昨日の写真でよくわかったね。ポケモンのやつで、そう、 EV です。おそろしするか、みんなと。見てください、2021年今年も頑張ろうということでメモ帳を新調しました。メモ帳新調。もう何言ってんのか分かんないから寝たいんだよね今。梅、ありがとうございます。本当に今ね眠たいよ。酔ってるはやめる、酔ってないわ、シラフだね。でもさ、シラフでこの状態の人ってだいぶ危険じゃない？今日のテンション好きなの？それはよかった。エナも極限まで疲れさせたらこうなります。疲れたのに喋らすとこうなる。楽しいんだけどね、こういう時間が。なんか疲れてる時ってさね、本当だよね、年一だよこれ。年一にあるかないかの
まれに見る面白い絵なのショールーム。お酒は二十歳からとかやめな、飲んでないから誰なの。未成年で飲んでる人マジ嫌いだから、そういうのちゃんとルール守る。見て今日眉毛めっちゃ綺麗じゃね。ビビった、眉毛綺麗すぎ。何でもできちゃう今。やばくない、ガチ綺麗だよみんな。綺麗眉毛描いてます。そのね、腹筋ね、真ん中だけちょっと線入ってんの。違うよ別に、太眉流行ってるわけじゃないんだよね。眉毛がもともと太いから太眉になっちゃうんだよ。ピエン、イエナは遠くから筋トレを始めようって思ってたんです。そしたらやってないっていうね、もう最悪よ。じゃあ9日とかは誕生日あるから絶対食べるなと思ってたので、なんか別に食べないじゃん10日からそんなにと思ったら、普通にさ疲れてさ食べてたよね。なんか気づいたら、ガチあくび。だからそろそろやろうと思って、まああくびをしたら時間が来ただと。ということで今からいろんなことをして寝たいと思います。わあ、ブログもまだ書いてなかった。ということで皆さん早くエンナが寝れることを願って寝てください。ということでバイバーイ、またねー。